こんにちは、砂浜でたっぷりちはやです。こんな状況の時なら君ならどうする。うわ、危ねえ。あ、そういうこと。倒してくれるんだ。まあでもそれしかないよね。俺左の方に今から隠しを探しに行こうとしてたんだけど、そういうことだったんですね。スイッチジャンプか。うわ、俺の苦手なやつだな。ちょっとやってみましょうか。俺 P スイッチジャンプ苦手なんすよね。でもマリオワールドだったら大丈夫かも。あーでもこっち掴んだかも。そっか、潰れてる時にジャンプしなきゃいけねえんだ。今までそれを知らなかったんですよね。やめてくれ。あーしょしょ。よし、オッケー。コツをつかんだと言いつつも結構難しいな。あ、違う。あぶねえ、バネ見えてよかった。あ、これはあれか。こっちか。へへ。上の当たんじゃん、あれ。タイミング悪いと。オッケー。ティーヨシザウルスムンチャクッパスときましたか。でもさ、あれでっかいの食えないっけ。あ、でっかいのは食えねえか。ここで行きたい。ここで行きたい。オッケー。ここで TOC 乗り捨てですね。中間あるんですね。うわうわうわ。どうしたどうした。必要ってこと？あ、ミスった。まあいいでしょう。あ、当たるのか。この辺で食らっちゃうのは仕方ない。うわー、そういうことか。こっちの方が安定しそうじゃない？こっちの方が多分楽だよね。あー、死ぬな、でも。そうか、何が難しいか分かった。なぜ P ジャンが難しいかが分かったわ。上下に動いてるからだ。感覚が毎回ずれてるからだ。おりゃ。でも結局食らうんかい。なあ、持っちゃった。安定する方法分かった。 P 持つと楽なんだ。知らなかった。こんだけ苦戦したのに P ボタン P 持つだけでこんなにやりやすくなるんだ。なんだろう、なんでだろう。とりあえず歩け。なんとかなるから。やっす。うわー、すげえ。結構これハードじゃない？うわー、すげえ。かわすね、ギリギリ。あ、雲。フグタタラを。オッケー。すごい、当たんない。綺麗にかわすな。お、乗った。キノコは取れなかった。上がって、ピョンス、ピョンス、ピョンス、ふむふむ、ピョンス、ピョンス、取られた。おー、トントントンと行きまして、無敵時間利用して、うわ、まだゴールさせてくれない。あー、おー、すごい。お、あ、ここでキノコだ。フグタタラを。あ、また同じところだけど、今度は左に行きますね。Thank you! Good job! 素晴らしい。お、なんか変な動きしてますね。何これ。ツイッターでいただいたコースです。3月の20日ですね。え、これ大丈夫かな。ちょっとやってみましょう。これ多分投げて乗って投げて乗ってを繰り返すんじゃない。こんな感じ、こんな感じ。
うわ、難しい。しかもこれを10秒でやれと？これよ、問題は。こうか。高めから下ろして。ああ、いい感じだね。これでいけそう。こう投げて、ここ乗って、ここで取って、こうなって、高いとこで蹴っ飛ばすといって、蹴っ飛ばして死にます。ちゃんと右まで蹴って、ああ、ミスった。ここでキャッチして、ぴょーんとやって、高いとこで吹っ飛ばして、吹っ飛ばしといて死にます。投げるじゃん？乗るじゃん？取るじゃん？投げるじゃん？蹴ったじゃん？オッケー。どっちでもオッケー。高めでやっといて、こうやって死にます。よっしゃー！オッケー！うおー、クリアできた。これは難しい。ただ死ねば死ぬほど、どのタイミングで投げていけばいいのかがわかるから、なんとかなるかなって感じですかね。ではこちら、行ってみましょう。ダッシュダッシュダッシュ！結構遊ばれてるね。2500分の250。相当遊ばれてますね。あ、これ走りっぱ？違う。そうか、スターを取るのか。最初走りっぱと見せといてからの、これ走りっぱでいいんじゃねえの？今の。スター取れそうだったよね。大じゃーん。あ、すごい、倒さない。倒さないスタイル。大じゃーん。倒しちゃった。ジャンプ大じゃーん。ふぅー。危ねえ、今死んだと思った。オッケー。ハンマーブロスキャッスル。やばそう。ハンマーブロス苦手なんで。バーバーバーバンポンバンポン。とりあえずファイヤーバーですね。なんか思い出すな、この雰囲気。マリオ3のね、最初の砦がこんな雰囲気だったんですよ。特に今んとこは大丈夫そうな雰囲気ですね。でも今んとこハンマーブロスが出てこないから、あぶね、ハンマーブロスが出てこなければ全く問題ないです。来たー、ここでファイヤー、久々。お、なるほど、デカブロスがいいのか。よーざまねえなそんなんじゃ負けねえぜ。なるほどね、キノコ食べちゃダメなんですね。あ、違う、あれだ、このでっかいキノコ食べちゃダメってことだ。巨大になるとなんでダメなんだろうね。今んとこ全くダメ要素がないけど。取っちゃったけど、全然問題ないけど。あ、別に、いいんだ。取っても別に構わないんだ。なんだ。ただ取ると、二日酔いになりますよってことがね。今気づいたんだけど、二日酔い状態になると、マリオの目ってちょっと、タルーン、テルーンってするんですね。知らなかったわ。ヌーブケイブ、初心者用のコースみたいです気をつけねえと。入らなくてもいいんだ。踏んでいくこともかん、死ぬやんけ、あぶねえ。セーフ。じゃあ、あ、ヘイヨーヘイヨー、オッケー。んー、バネじゃん。バネが、まあこんだけあれば届くよねっていうこと？ほっ、一個持ってこうか。ほら届いた。オッケー。で、羽付き花ちゃんか。あ、これ死ぬな。死なないけど当たるな。オッケー。で、下に降ります。ゴール見えました。当たるんだよね、これ。普通に落ちていったらね。はぁ、あ、あ、よかったー。どうなっちゃった。おっぶね、ちょ、待って、まるまる落ちる。あっぶね、これ乗って、これ乗って、おっぶな、高さギリ、え、落ちたんだけど。バネがあんのか。あぶねー。ぜひやってほしいコースにダッシュ全自動入れてきた理由は果たして。メタナイト。なるほど。なるほど。ファイヤーバーが綺麗に
かわして、お、このブラックパックエリアすごくね？あんまないよね。おー。あ、すごい。ピンポイントで P スイッチ。あー、これは時間かかってんなー。やべえなー、これ。あー、綺麗にする。ギリギリ乗って、かわしてかわしてかわして、ピョンス、ピョンス、ピョンス。入ります。まだ続く。おー、最後踏んだ。あのブラックパックのとこすごくなかった？あれすごいぜ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。